彩り鮮やか。はい、やってまいりました河原職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組はさまざまな分野の専門家の方をゲストに呼ばれし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に役立てていただければ幸いです。また僕らの本職は屋根の職員ですので、番組中ただ舌を噛むことがありますが、現場目線で役立つ情報を発信していきますので、今日も最後までお付き合いください。過去の放送も YouTube で放送しています。シルエホームで検索してみてください。この番組は屋根と漆喰のことなら株式会社シルエホームの、シルエホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島がお送りいたします。はい、今日の放送は収録でやらせていただいてるんですけども、なんとですね、また東京に行ってきます。で、まあちょっと珍しく自分のスーツを着て、今日は放送しているんですけども、CM の後ですね、また素敵なゲストさん紹介していきますので、よろしくお願いします。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで15周年、これからも地域とともに。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。軽自動車の時代、軽がマントイビント、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか軽がヤッシャイビント、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ、黒糖サツバター、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角茶館店、好評営業中。はい、河原職人のヒーローにインタビューの時間です。早速今日のゲストさん紹介して行こうと思います。ビジネスコーディネーターの小川文子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、ビジネスコーディネーターってこう、聞き慣れない言葉だと思うんですけどもビジネスコーディネーターっていうのは、実は最近、自分の中で、こう肩書きとして決めた言葉なんですけど、この経緯は説明してもいいのか。あ、そうですね、ぜひぜひ。はい、いや今、そうですね、あと、どんな仕事なのかも含めてちょっと聞いてきたらと。まあ、多分聞き慣れないビジネスコーディネーターっていうところなんですけど、仕事の内容としてはオーダースーツを作る、オーダースーツ、あとオーダーシャツ、あと、身なりに関する、ビジネスに関する、ネクタイだったりベルトだったり靴だったりっていうところを、自分がコーディネートしてお客さんに一着、コーディネート、フルコーディネートを、お届けするというサービスが、私の仕事のメインなんですけれども、そのスーツを通じてお客さんの身なりを変えることを、自分の仕事として、身なりが変わったことでお客さんがビジネスの成功につながる、そのまたノウハウをこちらからもこう送りながら、この一着スーツを使って仕事を成功してもらうというところで、ビジネスを組み立てていく、ビジネスコーディネーターっていう名前に、いいですね、変えました
もともとはそのオーダースーツの、会社を起業されてということで、はい、もともとずっとこの業界には関わってたんですか、ね、そうなんです。僕今社会人では6年目になるんですけれども、はいはいはい、新卒の段階でまず、オーダーの、うん、オーダースーツを作る、まあ、お仕立て業界に入りまして、はいはいはい、まあ、5年間そこで勉強をして、うん、でいろいろノウハウだったり、やりたいことっていうのを明確にしていって、うんうん、独立したいなっていう気持ちを、まあ、湧いてきて、はい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 、6年目に独立をしました、はい、今年ってことですよね。今年の5月に仕事スタートしました。なるほどですね。やっぱもう最初から起業願望があったんですか？そう、まあ、自分もずっと何か自分で新しいことをやりたい、まあ、みんなこう若い人なんか 2,3 年目の人なんか特に思うと思うんですけども、何かこの会社じゃないところで自分で何かできないか、はい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 、そういうのを、まあ、ずっと自分もモヤモヤしたものを抱えていて、はいはいはい、まあ、そういうきっかけはありましたね。うん、で自分のブランドっていうのを作って何か新しいことを発信していかないかいけないかっていうところをすごく考えてありましたね、うん、なるほどですね。このなんか実際オーダースーツ、はい、もう5年もう6年目っていうことで、はい、もうちょっと自分もまだ作ったことはないんですけど、オーダースーツ、はい、実際作るとこういうのがいいよみたいなのってありますか？まあ、一番いいのは着てて疲れない。ああ疲れない、はい、洋服ってどこで一番着ると思います？難しいですよね。どこで着る？あ、体の中の、はい、あ、まあでも負担がかかるのは肩とかなのかなとか思うんですけど。 そうなんです。その通りで。当ててしまった。まあこの質問だと分かりにくいかもしれないですけど、はいはいはい、でも肩に一番重さがかかってくる。いやでも肩凝りますよね、はい、本当に。で、まあなかなかオーダースーツを着て、まあ、いいものっていうのはいいものを使ってた時に他のものが入ってくると、うんうん、あ、これいいものじゃなかったんだなって気づくんですけど、はいはいはい、今まで既製品でなんとなく体に合っちゃってる人もいるので、あ、分かりにくい人もいるんですけれども、まあ、やっぱ肩周りが一番重さを感じるところであり、うんうん、窮屈さも感じるので、まず肩を合わせるっていうことがオーダーでできると、はいはい、まあ、すごく一番いいところなんですよね。服は肩で着るので。なるほどなるほど。そうです、まあその疲れないっていうのがまず一つ、はい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 、まあ3つぐらい出すとしたら、はい、まあ当然のことながら、まあかっこいいですよね。ああなるほど。まあ体のサイズにぴったり合うってことですもんね、はい、まあ自分がそういう見た目に変わると街中のスーツの人がどんどん目についてきて、ああ、あの人もしもっとこうだったらすごくいい見た目してるのにスーツがもったいないなだったり、逆にいい見た目してなかったとしてもスーツをきっかけに他のところにも気を配れるようになる。なるほどなるほど。あとかっこよくなるってのはもちろん一番いいっていうのと、3つ目として次、まあ、着心地がいいとか疲れない、かっこいい、最後は物持ちがすごくいい。ああ、そうなんですね。へえ。やっぱり体に合ってないものを着てると、うん、スーツはどっかしらにこう負担がかかってるので、はいはいはい、破れたりシルエットが崩れたり、うん、生地が伸びたり、あと、まあ、一部にスレがあったり、はいはいはい、っていうこうどっかにこう不具合が出てくるんですけど、はいはいはい、オーダースーツっていうのは基本的にこう体にぴったり合ってるものなので負担がかからない、もうメリットしかないですよね。メリットしかないですね、はい、なるほどなるほど。これ実際ちょっと、まあ、自分のサイズに作るじゃないですか、はい、でなんかこう太っちゃったとか痩せちゃったとか、はい、色出てくると思うんですけど、体型の変化ですよね。そういうのも対応できるんですか？そうですね。オーダースーツっていうのはもちろん作る段階で、うんうんうん、本当納品まで1ヶ月ぐらいあるので。ああ、なるほどなるほど。その段階で太る人もいるし。そうですよね。年末年始は特に年末にオーダーもらって忘年会を超えて着れない人もいるので、もちろん想定内のことなので、ある程度の修理の幅っていうのはスーツ自体に設けてあって、もう想定して。そうですね、作っていくんですね。ある程度こうサイズの変化を作れるような、うんうんうん、まあ、細かい話をすると縫い代っていう、はあはあ、スーツを縫う時に余分に余らしておく生地の部分なんですけど、既製品より多く縫い代を保っているので、うん、まあ
縫い代保つってことは生地を余分に使うってことなんですよ、はい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 、だから既製品業界で大量生産するので極力無駄を省きたいとか生地の余りっていうのを出さないように出さないように、うん、極力短い尺で一着を作るので、はい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 、こういう贅沢っていうのはなかなかできないので、はいはい、そこがオーダーの強みでもありますね。そもそもなんかこの服飾というかなんでオーダースーツにしようと思ったなんかこうきっかけみたいなのってあるんですか？きっかけはこの長まあ、5分ぐらいでしょ。いやもう全然長く話してもいいですよ、はい、あのもう同級生だったことの話あ全然全然このエレキ西島さんとは僕、ね、中学から一緒で、はい、同じ部活で同じ部活で高校も同じ部活で、はい、でまあそういうつながりなんですけども、はいはいはい、あのうちらの学校って私服じゃないですか。そうですね、結構特殊な学校でして、あのちょっと説明すると日本で一番最初にできた自由教育の学校なんですよ、うんうんうん、なんで高校とかも行くと授業も自分で選べたりとか、なんか采配も自由なんですよ、うん、なんで 1,2 時間目来なくて3時間目からとか単位さえ取れば OK みたいな感じなのでまあまあいろいろあるんですけどね、その大学行ってからの、うん、あの選択の慣れがもうすでにできてるでそうなんですよ。でなんかもうその人によってはもう、まあ、芸能人とかも多い学校なので、うん、そういう業界行く人とか目標ある人はもうしっかりそういうのに合わせて授業選んでいくんですけど僕とかですね全く目標がなかったんで、まあ、体育しかないんで1,2 時間目バドミントン 2,3 時間目バレーボール 5,6 時間目ハンドボールみたいな、まあ、最悪のそのなんてお金をこうしたのかなっていうの授業選択もできてしまう学校で、ね、学校来てまず体育着に着替えてから、ね、放課後まで体育着にいるみたいな、はい、で朝練昼練夜練あってその後ジムとかやってたんでわけわかんないぐらい体育大学か、ね、体育大学かみたいな感じだったんですけど、でもまあそういうのがあってちょっとなんですか特殊な学校なのであんまりあれですよね、周りの友達とか見ても就職しても結構辞めちゃう人とか多くて、なんで逆に言ったら起業する人が意外と多いんですよ、うん、友達の中でもその起業してる方が多いもんでして、それで久しぶりにお会いしたらスーツ作ってるよって自分変わらなってたっていうので今回ラジオ出てもらってるんですけど、いやもうエレキの変わりぶりには会うたんびに何かしら変わってないのが一番びっくりして、ちょうど自分もねこう仕事始めて経営ってなんだろうとか、社長さんってどういうなんかかっこいいなだったり、はいはいはい、なんか自由にやってるなっていうかっこいい大人っていうのをこう見ていく中で、はいまあ、オーダースーツを作る層っていうのも、うんうん、結構そういうね、まあ、おのずと、まあ、それなりの値段しますもんね、うん、アッパーというかなんか、はい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 、ある程度余裕がある人がその環境に自分もいて変わってって、はいはい、独立ってことを決めた時にもうエレキは従業員を結構抱えている会社の社長やってるとだいぶびっくりしてこれはもうついていくしかないなといろいろ勉強したいなと。で、すいませんね、ちょっとスーツにねさあのきっかけの話は戻るんですけど、あさっきの学校の話で、うん、私服の学校だったじゃないですか、うん、そうなんですよね、はいはい、だからあのどんなことに興味を持つかっていう中に、うん、あの制服がない分洋服っていうところに興味を持つ、うん、はいはい、でよくこう女の子でも、はいはい、彼氏が制服じゃなくて私服になったらめっちゃダサかったとか、なるほどなるほど、ある中で、はいはい、あの普通にダサい期間を見られながら過ごすっていう学校生活をしてて、だんだんこうあの人かっこいいなとかこうい う, こうおしゃれあるんだなって、うんうんうん、もう時代で言うと、まあ、腰パンが流行ったりとかそういう中で、はい、僕もあの潜在的にこう洋服が気になってたんですよね、うん、あの中学の時からも半ズボンばっか履いてたんですよ半ズボンの丈の長さにはかなりのこだわりがあってちょっとあの膝の皿よりちょっと下ぐらいがいい、あそうなんですね、より上だとちょっと短いような気がしてあのそういうのを考える時点でなんかもしかしたら、まあ確かに、うん、人からの目っていうのが気になる人間だったんじゃないかなっていうので、まあ、中学から高校まで6年間いると、うん、のろずとおしゃれに目覚めてきて、なるほどなるほど、確かにね、おしゃれでしたもんね、ちょっとこうなんかね、うん、雑誌を見てそれを真似するっていう、もう僕とかもう火曜日の服か水曜日の服みたいな
あそうだった ルーティーンで来てたから逆にすごいね中学生とかもう坊主で黒上下黒みたいなあそっかエレキは基本的に坊主だったそんなでしたけどなるほどなるほどそうそうそれがきっかけではい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 あの、まあ、大学進学ってところで、うんまあ、みんな高校 2,3 年って、うん、俺何やりたいんだろうまあそうですよねでも、まあ、何をやりたいだろうっていう人もいればいいところに入ったら何かに出口が広がるだろうとかいろいろ考えながら自分はこうアホだったんでやることを受ける大学も、うん、ここレベル高いから無理だ無理だった時に、はい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 ファッションに興味があるっていうこう大義名分を掲げてだから俺はここに行くんだっていう勉強したできないからじゃなくてファッションやりたいから専門の方行くわみたいな、はいはいはい、あの時期はもう何かしら見つけてこう理由つけて進学を決めないと不安でしょうがない、ね、不安でしょうがないだからこう進学しないにもちゃんと理由を作っておかないんだよ、うん、居心地が悪い1年ぐらい過ごすんで俺スーツじゃなくてファッションやるからって言って、うんうんで、実はそう言いつつもいろいろ教育関係の大学とか受けたんですけど落ちて、はいはいはい、でじゃあ理想かなってやっぱこれ第一志望変えちゃいけないなと思って、ね、天命だったんです天命だったなと思って業界進んで、もちろんファッションの大学だからまたそこでも中学、うん、高校以上に揉まれるんですよねめっちゃ派手なやつがいたりなるほど特にファッション意識した人しか来ないっていう人しか来ない、はい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 、からこのあお前電車の中どうやってきたんだろうみたいなこの格好でよくもうこの校舎まで入っちゃえば行けるけど、はいはいはい、何となく言わんとしたことはここまでどうやってきたんだろうみたいないっぱいいる中で、はいはいはい、だんだん俺はそっちに流されずにベーシこれまた大義名簿掲げて、はいはいはい、俺はあの基礎がしっかりしたものが好きなんだって言って、はいはいはい、だから無地のものを着てあなるほどなるほど この無地こそがやっぱかっこよさを出すんじゃないかみたいなことを言って、はいはいはい、やってった中でやっぱこうクラシックな方に、はいはい、ベーシックなものになってきた時にあのスーツってところにたどり着いてきっかけが面白いですねきっかけが引き算で、はい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 、そこが一番かっこいいのって、うん、飾らずに一番スーツを着てる姿なんじゃないか、うん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 、いやでもそれはすごいありますよねなんか服飾大とか服飾系の学校行ってる子たちってこう髪も結構派手に染めてそうですねその後それ今はいいですけど、うん、その後みたいなところもあるじゃないですか、うん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 、結構なんかその時点で無地をなんかチョイスしたのはすごい良さそうな感じですよねそうそうそうこのなんていうんですかね学生受けというか、うん、教員受けみたいなところでまあもう一個そのきっかけとしては僕ずっとビートルズが好き で中学高校ともバンド組んでて明星の仲間たちと、はい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 、でそこでカバー曲のビートルズとずっとやってて、はいはいはい、でビートルズっていう結構イコールスーツ、はい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 、なるほどあの時代きちっと3ピースのスーツを着てライブに出てるのって、まあ、ビートルズぐらいなるほどなるほどそれに対抗してローリングストーンズが超こう形を崩した服を、はあはあ、正統派と その正統悪みたいな感じでそういうところでビートルズの正統派なスーツっていうのに自分もかっこいいなって思ったのがきっかけで、うんうんうん、卒業制作もビートルズをあのイメージしたスーツ、はいはいはい、からインスピレーションを取ったスーツっていうのを卒業制作の題材にしたりしてあそうなんですねはいはいはいそんな中前職の会社のこう求人が、はいはい、まあその就職課に来ててうんで小川くんスーツ好きだよねはい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 きっかけでその会社紹介してもらって、はい、でその会社が実はビートルズのスーツを仕立ててたという事実がそうなんですかへぇー人から後付けで後付けで調べてたらやっぱ入る会社調べるじゃないですかはい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 、はい、ビートルズのポール・マッカートニーのスーツを来日の時にうちの会社が担当したっていうのを見てこれはネタになるなるほど面接でなんでこの会社をなんでこの会社をって言ってあビートルズがはいはいはいもう嘘なくいける感じで好きでバンドやってて服飾のスーツやってで、ご縁をもらって入社って形で今なんですよねなるほどなるほどああ面白いですね大体何名ぐらいのお客さん寸法して作っ
もうトータルで言うと、もう2500人以上スタイリングして、いやすごい数ですね。プロスポーツ選手から、はいはいはい、その議員さんのイメージスーツ、はい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 、だったり、結構多いですね。へやっぱなんか独立したきっかけみたいなのもあったんですか？独立したきっかけは、まあ、環境って言えば環境なんですけど、うんうん、あのやっぱ作ってくれるお客さんの層がどうしても経営者が多くて、はいはいはい、まあもちろん値段も値段なんで、うん、確かに今でこそなんか格安オーダーメイドみたいなのはあって、そうですね、確かにね、時代的にはこうオーダーが手に届く、うん、入社1年目のスーツもオーダーいっちゃうぐらいの、はいはいはい、もう手軽さになったんですけど、はいはい、まあ、5年前はそこまででもなくて、そうですよね、そうですよね、あのオーダーっていうところにだんだんこう、うんうんうん、社会の流れが向いてきた時で、お客さんはやっぱりこう経営者層で、はいはい、で経営者層と付き合うためには自分もそこに入っていかなきゃいけないし、うんうんうん、ってなった時にこう販売員の立場ではいけないなって、うんうんうん、お客さんのスーツを自分がリードして作ってって、はい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 、ってところでは対等にいなきゃいけない。なるほどなるほど。買ってもらってありがとうございます気持ちはもちろんなんですけど、うんうん、販売してる段階の時にはなんかお客さんが選ぶものをいいねいいね言うんじゃなくて、うんうん、ちゃんとデザインは引っ張っていかなきゃいけないと。これの方がお客さん他から見た印象ってのはこうなりますよっていうのを言えないといけないなっていう時に、あ、販売の仕事って結構奥深いんだなって思ったのと、そういう環境に自分がいることでだんだんこう居心地よくしようよくしようって自分で思うと、うん、そこの目線と同じような気持ちで仕事していかなきゃなっていう向上心というか、はいはいはい、それ染まっていって、うんうんうん、そうすると、まあ、おのずと環境に染められた結果、はいはいはい、独立したくなってきちゃった。あ、まあもう独立した人たちがお客さんだったら感化はされますよね。そういう自分で仕事を動かして社会貢献をして、うん、楽しそうに、はい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 、自分の会社の名前つけた T シャツ着てるやつとか、はいはいはい、なんかこういいなっていう、なるほどですね、そんなのが本当きっかけなんですよ、はいはいはい、なんかそのまあ今でこそ本当格安オーダーメイドスーツとかあっても、うん、当時やっぱ作るってなったら相当高級思想じゃないですか、うん、なんかそのお客さんのある意味その成功してる人たちの法則性みたいなのってあったんですか？なんかあ、スーツ作ってる上でのなんかそのまあ、2パターンいるんですけど、ははははは、あの、まあ、1着目のオーダーの経営者もいれば、うん、オーダーいろいろやってる中で自分と巡り合った人もいて、はいはいはい、1着目作る人はやっぱりこう僕はコンムジなんかをおすすめしてるんですけど、やっぱそのスーツ着ることでの反応っていうのをすごくこう返してくれるし、あ、実際どんな反応だったりとか、かっこいいねって言われたっていうのが一番多い。あ、なるほどなるほど。でも今まではあの言われなかったんだな、うんうん、特にこう突っ込まれることのないスーツを着てた、はい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 、はい、それダサいねまで言われたら最悪だけど、はいはい、まあまあよくあるスーツみたいな、そうそうそう、どこで作ったのって言われたんだよね、デンマー君からっていうのが、そういう発見がある人が1着目のスーツ着る人で、そんな分かりやすく出るんですね。やっぱ既製品とは全然違うからね。あ、それはもう見た目が、それとももう見た目がだね。あ、なるほどなるほど。もちろんデザインもそうだし、でももうこの世界入ってもう6年になると、うんうんうん、あ、オーダーだな、オーダーじゃないのってもう一発で分かるし、へで、オーダーしてる人はやっぱりね、すごくかっこいい、はははは、うん、きちっとしてて、で、あ、まあ、特徴としてはこう、あと何着も作ってながら自分と会った人は、うん、こうオーダー作り慣れてるから、この生地はこれでこれでって自分で決めていく、うん、でこっちが提案しなくてもそういう人たちは提案しないのが逆に、なるほどなるほど、はいはい、価値で、もう自分のこれ見たのが、うん、はいはいはい、経営者もそういうタイプも多そうですよね。最終確認だけ、これ変じゃないよねって大事ですよっつっていう仕事で、まあ、それもすごくこう喜んでもらえるっていう、うんうんうん、あともう一タイプはもう全く自分で選ばないから、はい、もう僕とか本当そうですね、やってって面倒くさいですよねそこに時間使うのも、スーツ選ぶのも面倒くさいし、うん、その3つかな。
はいはいはい、で初めて買った人はだんだんそのどっちかになっていく。なるほどなるほど。どんどん自分で選んでいくか俺に全部選んでもらった方がっていうのと、でこの2タイプにこう増えていく。はい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 。いやでもそのほとんどの印象ってやっぱもうこのビジネスしてたら第一印象ってやっぱ大事じゃないですか。うん。でその会って本当にどこのポジションで会うか。うん。やっぱその、うん、結構やってると大事だと思うんですけど、特にオーダーメイドスーツとかもある程度リードしなきゃいけないとかなってもそうですし、僕はもうその一応若い経営者っていう話なので、うん、やっぱどうしてもお会いする方たち年上なので、うん、もうこう可愛がってもらうのはいいんですけど、子分みたいになっちゃっても、うん、難しいですし、やっぱその第一印象でどこのポジションを取っていくかってすごいビジネス上はすごい大事なこと。そうか、そうなんだね。もうすいません、事前打ち合わせないのでこの中であれなんですけど、いやでもそうだよね、だから本当にその印象を操作できるというか、改めて自分は結構ほったらかしにしてた部分だからこそ、なんか意外と知らぬ間にこうビジネスチャンスを逃してたりとか、そうだね、優位にポジション取れなかったりとか、そういうのもあるのかなっていうのはすごい感じましたね。もうやっぱシンプルにこう人と対面した時に清潔感があるかなってやっぱり印象ってところにつながって来るよなって自分でも思うし、この仕事してたら高い例えば車売る人、不動産売る人っていうのが、特にそう、保険もそうなんだけど、後々すごい何千万とかいうお支払いをするものを決める時にね、なんかボサボサだったり、メガネめっちゃ黄ばんでたり、うんうんうん、まあ昔ながらの人なのかもしれないんだけど、はい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 、でもそこに気を使えない人っていうのは、例えば今後のフォローもどうなのかなっていう不安があった段階で先まで想像されたくないじゃんっていう。確かに無意識にそこまで見ますもんね、確かに。ね、でもしその同じ席で不動産選んでる時に、はいはい、隣の席のかっこいいスーツのお兄さんが他のお客さん対応してたら、うん、なんかあの人の方が厳しいし、はい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 、っていうのにやっぱなられたくないし、なってほしくないお客さんにも、うん、っていうののやっぱ印象って知らず知らずにそんだけこう気持ちを動かすところだから、うん、絶対大事なんですよね。なるほどですね。それはちょっとお話まだまだ尽きないところなんですけど、あっという間ですね、あっという間半分まで来てしまったので、一旦 CM 入らせていただいて、はい、また後半戦聞いていきますので、一旦 CM 入ります。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。女性はいつだって綺麗でいたい。エステティックサロンルカはそんなあなたの美をお手伝いします。くつろぎの空間で施すフェイシャルエステ、まつげエクステ、まずはお電話にて無料カウンセリングのご予約を。893-3331エステティックサロンルカ宜野湾店。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。不動産・交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智博へ。あなたの抱えている問題・悩み事、中曽根智博にお聞かせください。すぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智博で検索。
はい、やってまいりました河原職員のヒーローにインタビューの時間です。はい、前半に引き続き、イマジンマージンマージン間違えるのやつ。いやでも、もう関係ない話なんですけど、はい、イマジンもあのビートルズですよね。いやなんかブランド名をなんでマージンかって話。ああ、はいはい、はい、確かにそこそこね、あの最初に聞いた時でしたね。あの、はいはい、これ M-A-R-G-I-N-E でマージン、マージンって言うんですけど、はいはい、どういう意味か、よくよくこうマージンって飛び交う言葉あったら、はいはい、バックマージンとか、確かになんか金銭的な、そなんか手数料取る的な、なんかこう差額をもらっちゃう的な、はい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 、そういう意味じゃなくて、あの余裕とか、あ、余白っていう意味があって、もともと余裕を持った大人になってもらいたい。で、まあ、あの金銭的にもだし、あの、まあ、交友関係、人脈、コミュニティも、うん、あと時間にも余裕があるっていう、こう余裕になって、余裕のある大人になってもらうツールとしてこのスーツを使ってもらうっていう意味で、はいはい、マージンってつけたんですけど、なのに間違えるって。でも間違えるとそのイマジンっていうのは俺実はもう一個つけようかなっていう、てかマージンの意味に込めてもいいかなって想像じゃないですか。じゃあちょっと導かれました。導かれて。愛をつけると想像じゃないですか、イマジンって。あ、そうか。確か愛つければ。だから想像となんか愛を抜くことでとか、なんかすみません、惜しいとこなんですけど、結果たどり着かない。僕がマージンにしようで。なんか ね、いいゴールが、その実はイマジンも考えてっていう話のゴールがあるかったんですけど、はいはいはい、そこはまだゴール見つからずに、ということで始めようかと。前半に引き続きマージンの小川文子さんお越しいただいてます。あと1回ぐらい間違えそう。いやもう間違わないんで。でもあれですよね、その自分も最近あの「ほんまでっか TV」に出演してるあの飯田さんっていうカラーコーディネートをやってる方にお会いしたんですけど、あ、すごいですね。その方の話も結構面白くて、まあ、今度ラジオも出てもらおうと思ってて、そのやっぱ印象色とかに関してもすごい印象操作実は人間を受けてますよっていう話を聞いて、だからその方は神戸の確かサッカーチームかアメフトチームがちょっと怪しいんですけどのカラーコーディネートみたいのをお願いされて、うんうん、ちなみにその方が あれなんですよ、病院関係のナース服、うん、白だったのをピンクに変えた人で、あ、聞いたことあるな。でそれでその方がホームグラウンドの、うんうんうん、あのホームの更衣室の方は赤にして、うん、で相手チームのアウェイ側の更衣室確か緑だったと思うんですよね、うんうんうん、でこう気持ちが上がる色と下がる色とでこう空間に関してもいろいろコーディネートして、うんうんうん、やったらもう戦績が明らかにホームの方が勝つ確率が何回も上がっていったんですよ。おっていう話を聞いて、なんかちょうどそういうのも含めてなんかその印象ってやっぱ大事だなと思って、めっちゃ面白い話ですね。めっちゃ面白いですね。それだけでって言ったらそうだけど、それがこんなに力を持ってるっていうことが証明されたというか、うん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 、しかも無意識っていうのが怖いですね。確かに無意識によるやっぱチョイス、自分でしてるはずが導かれてることってあるんだなみたいな。そう、僕も大学でははもうなんか色彩なんとか学みたいな、はははは、まあその洋服作る上で大学なんで大学もいっぱいあって、はいはいはい、デザインだったりユニバーサルデザインって、車椅子のこう体が不自由な人のためのデザインってこんなありますよとか、はいはいはい、色を使ったデザインってこんなにありますよっていう話の中に、やっぱこう基本的に日常で色ってすごく、駅見ても名前見ずにやっぱ色で判断してホーム行ったりってするぐらいだから、はいはいはい、確かに緑だったら山手線、山手線でオレンジだったら中央線みたいな、はい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 、刷り込まれてるんだなと思って、いや本当そうですよね。だからあれですよね、そのもうオーダーメイドスーツ作るっていう以外にもこの、うん、その人のビジネスに合わせてビジネス コーディネーターっていうのはその、うん、やってくれるってことですよね。もちろんです、はいはい、その例えばお客さんと何度も会うし、まあ、保険屋さん、はい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 、さっきも言った不動産、もうよくスーツの注文来る業種ってその辺が多いんですけど、あ、
その人ってこう最初はきちっとしたスーツを着てて、もうずっとそれだとお客さんとの距離ってやっぱこうコミュニケーション以上に深層心理的に近づきやすい人、はいはいはい、や近づきにくい人っていうある中で、はいはいはい、まあ、3回4回ってったらだんだんこうその人の服装も変わってくるってなると、すごくこう溶け込んでくる、はいはいはい、スーツに馴染んでくるっていうのがあるんで、その何回目会う人とのためにはこういう記事がいいですよとか、そこまでこうフォローしていくような仕事ですね。なるほどなるほど。いや面白いですね。面白いですね。なんかその体験談みたいなのとかってあるんですか？ね、お客さんが、スーツを着て、でだんだんこうもう普通のスーツっていうか、うんうんうん、普通のスーツ生地がもうロッカーというかクローゼットにだいぶ溜まってきて、はいはい、なんか他ないのっていう話って結構あるんですよ、はい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 、スーツ屋さんとあるあるなんですけど、でもそのお客さんのクローゼットを任されてるって感じなので、あなるほどなるほど、でお客さんがもっとこうカジュアルな感じにしたいっていうところ発信で、カジュアルなスーツを2着ぐらい作った人がいるんですよ。これ神奈川の横須賀の方の不動産屋さんなんですけど、はい、もう結構大きい会社で、でだんだん社長がそういうスーツからジャケパンっていうスタイル、ほう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 、まあ、上と下が違うとか、なるほどなるほど、柄物と無地、なるほどなるほど、一応スーツだけど本当カジュアルな感じ、カジュアルな感じですね、はいはいはい、なっていったら会社のお客さんの層が変わってきたと。へー、それは面白いですね。なるほど。ファミリー層からの、今まで法人契約ばっかりのお堅い仕事をしてたのが、ファミリー層からの結構こう一軒家だったり、はい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 、土地を探してるとか、おまけにリフォーム業まで、ほそのリフォームってこうカチッとしてるよりもちょっとこう、はいはい、なんて言うんだろう、あのインテリアコーディネーターとかの印象って、なるほどなるほど、こう家に来てくれた人がおしゃれだと、あ、この人センスいいのを作りそうだなって、はい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 、印象になるのと同じようにだんだんそういう風にリフォーム業とかも増えてきて、面白いですね。今ではこの会社のもう一つ新しい会社を作って、はい、リフォーム専門の会社ができて、でそこの社員はみんなこうビジネスカジュアルというか、ちょっとだけこうドレスアップの逆のドレスダウンさせてってっていう、こうコーディネートに変わってきて、はその経営者って結構何かやったことをとか先に始めたことをきっかけで後から構築していく、はい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 、名刺作っちゃう先にとか、うん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 、先に洋服作っちゃうとか、はいはいはい、っていうことの後付けで後付けで仕事が増えてくるってことなんで、その会社はそのジャケパンっていうところを取り入れたことで仕事のスタイルが変わったって、はい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 、言ってましたね。へー、めちゃくちゃいい体験なんですね。うん、面白いですよね。まあ、まさに本当にその印象変えるだけで客層変わるって、うんうんうん、その辺狙ってまたできたりとかしたらすごい面白いですもんね。これがそうなんですよね、はいはいはい、そこをやっぱこう作っていけたら面白いですよね。体験談をこうお客さんに話すことで、はい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 、へー面白いですね。だからもう本当にオーダーメイドスーツだけじゃなくて、もう小物とか、うん、なんならその髪型とか、うん、持つアイテムとかも含めてコーディネートするって感じなんですね。そうですね、まあ、これ当たり前の話なんですけど、はあはあ、やっぱりスーツだけかっこよくてもしょうがないじゃないですか、うん、まあ確かにそうですね、まあ、靴下とかまでは別にいいもの買ってとか言わないですけど、基本的にちゃんとした黒いの靴下を履いてもらいますよとか、はいはいはい、絶対確かにオーダーメイドでスーツ作ったら絶対シャツとかネクタイとかも気になり始めます今まで気になってなかったのに。お客さんよく言うのがそれも体験談として、はいはいはい、もう今までのスーツが着れなくなったのはよくある話なんですけど、はいはいはい、どうしてくれんだってよくあるんですけど着れねえよ他の格好悪くてみたいなのと、はいはい、あとシャツが恥ずかしいみたいな。へースーツ作ったけどシャツなんか、あ、そりゃそうですよね、すっげえダセーじゃんこれって言って、はいはい、なってシャツ作ってくれたって、まあこれ僕が儲かるとか稼ぎたいとかじゃなくて、うん、当然のことなんで、まあ、本当そうですね、確かに確かに、なんかねブランド物っていうのは一個だけ持つものじゃないで、だからこうトータルで合わせていくものであって、それにだんだん見合う人間に変わってくるし、あなるほど、先に作っちゃって、うん、 そうですね、それに見合う人間性になってくるっていうことですね。本当に、いやでもそういうの本当ありますよね。なんかそのできない人間をこう責任者ポジションに置くと、うん、
意外となるみたいな。本当に立場が人を変えるじゃないですけど、追い込まれた時の方がやっぱりいろいろ出ますし、そういう人ってだからそのある意味投資として洋服買うんじゃなくて僕のスーツ買うっていうのはまあ投資と考える、はいはいはい、自分をちょっと背伸びさせるアイテムとして、はいはいはい、いやめっちゃいい言葉っすね。本当に考えてもらう。確かに背伸びし続けないと成長ってないですもんね、うん、もうこの前ちょうどその経営者の人から、はいはい、経営者だったりオーナーっていうのは付加価値で動く、ほう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 、で付加価値を先に取る、伝えてあげた方がいいって言って、こうそのものが何であれ買うからみたいな、おでこれを買うことでこうこうこうなるんですよっていうのが、例えばジャムだったとしてもじゃあ買うわってなるし、はいはいはい、あもうそのそもそも人柄として気になれるっていう、そう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 、はいはいはい、なのでこう先にやったことに対して後付けで自分が成長していくって話もその人から聞いて、うん、で僕も新里さんかな、あ、はい、作ったっていうのもFM ギノワンの金曜日やってる、金曜日やってるビジネス天国沖縄の新里さんですね、はい、この前この西島さんの紹介で、はい、そうなんですよね、東京に住んでて新里さんが名刺のやつをやるっていうのでぜひ来た方がいいっていうので飛行機乗って本当に弾丸で来てもこんな沖縄の機会で初めてのめっちゃ楽しかったですけど確かに行ってよかったなっていうのと、やっぱよかったです、よかったです。本当ちょっと背伸びして背伸びしての繰り返しをやっていかなきゃいけない中で、名刺1個渡すのに緊張するぐらいのものを作ったらいいよっていう、そこにしびれて話に。まあでも本当考え方スーツも一緒ですもんね、うん、一緒で本当にその付加価値というか背伸びするアイテムとしてやっぱり一番いいじゃないですか、名刺渡すより先に視界に入ってくるものを変えるっていう、なるほどなるほど、もう自分が成長せざる得ないスーツ、せざる得ないスーツのもできるってことですね。緊張して着てけないスーツなるほどなるほど。なんか実際、うん、そのこのラジオ聞いてる方、まあ、沖縄の方も多いと思うんですけど、はい、多分沖縄で僕が知らないだけかもしれないですけど、オーダーメイドスーツって聞いたこと多分ないんですよ沖縄で。うん、結構そういう沖縄でも対応できたりもするんですかね。あ、まあ注文があれば、はい、行きますよ。あ、本当ですか。はい、あの基本的にあのどこでも全国自分が対応できるところは、はい、行くので、その暑い気候だとしても、うん、あ、着れるスーツ、着れるスーツとかってできるんですかね。全然、まあ、その沖縄の風土がスーツっていうものに多分なかなか適してないっていうのはよく聞く話で、あ、なるほど、スーツ業界も沖縄にあんまりこう進出しない、はい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 、でも絶対こうスーツを必要とする場面って経営者はあるわけであって、絶対ありますね。しかもその沖縄って軽石ウェア、もう何も知らない人からしたらなんか軽いじゃないですか、うんうんうん、ハワイアロハシャツみたいな正直なこと言うと、だからその沖縄内だったらいいんですけどね、うんうんうん、やっぱりその外には、うん、東京とかで着れないし、そうですよね、そうだよね、うん、そうし、なんかスーツだから、まあ自分とか本当そうなんですよ、うん、沖縄で会社や最初は持ってきてたんですけど、やっぱ着ない、うーんあえてそういう時はスーツ着るみたいな感じにしてて、しかも東京来る機会がある社長さんだったりするので、逆にスーツ着ないと東京来れなくなっちゃうっていう、でそこも背伸びで着てく、はいはい、でも東京来た時に今度ね、うん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 、ちゃんとしたスーツじゃなかったことに気づくのも恥ずかしいし、はい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 、やっぱありますよね。そうですね。じゃあ沖縄にも行きますよ、はい、ぜひ気になっている方はあの FM 宜野湾までお問い合わせください。あの半年に1回販売会でね、FM 宜野湾に来てもらえれば。で、あれなんですよね、その、FM 宜野湾でも番組。番組、あ、そう、そこも行っていいんですか。ぜひ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 。そうなんですよ、僕、FM 宜野湾にちょっとまたお世話になりたいなっていうことを、はいはい、ひょんなことから。ひょんなことから、まあ、慣れることにお世話にさせてもらえることになって、はいはい。予定では、何曜日の何時とかってもう決まってるんですか？ですね、あの番組名は多分仮なんですけど、はいはい、リーダーの身だしなみっていう、はははは、いやーまた FM ギノワン自体が面白くなりますねはいはい、はい、時間は毎週月曜の8時半から30分間、はいはい、あ、夜の夜の8時半から、へえ、なるほどです。いやでも絶対1時間になりますよ、うん、30分じゃやっぱ
収まらない。いや、じゃあ収まらない。これ、もう前編後編に分けることになったら、何年待ちになっちゃうの。なるほど、なるほど。どういう番組にしていこうみたいなのがあるんですか。まあ、基本的に自分からスーツ作ってくれたお客様に、あのスーツ着てもらってどういう効果があったっていう話も聞きたいんですけど、まあスーツとか身だしなみを整えることの可能性ってどれぐらい感じてますかだったり、どういう効果があったんですかとか、どういうきっかけで僕からこうスーツ作ってくれて、そういうことに目覚めたじゃないですか、だったりっていうのと、まあそのお客さんがそのスーツをどういうふうに仕事に活かせていったか。ああ、面白いですね。はいはい、生かさなかったとしても、あの仕事以外の場所でどういうふうに使っていくのかっていうのを、まあ、自分の仕事の向上にも絶対つながるし、はい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 、すごくこう面白いラジオになるかななんて、ね、なるほどなるほど思ってますね。はいはいはい。あとなんかこう普通に食事して会話しててもそのやっぱもうスーツの専門家としては多分当たり前の話でも、僕らからしたらえそうなのみたいな話いっぱいあるじゃないですか。そのちょっとしたジャケットの畳み方でシワができないとか、ね、なんかお風呂に、うん、干しとくだけでお風呂に干すとか衝撃かびるんじゃないかみたいな。スーツ、まあ短く話すとウールなんですよ。ああ、羊毛なんで生きてるんですよ、ちゃんと。へえ。だからちゃんとしたスーツは靴も磨かないといけないと一緒で、スーツにもあの水分を与えてあげないとカピカピしてくるし、白くなってきちゃったりするし。なるほどなるほど。基本的にはスーツも生き物なんで、あのお風呂にかけとくっていうのはちゃんとした蒸気で水分を与えてこうシワをなくすというか、はい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 、本当にハンガーに吊るしてる重さだけでシワ取れるんで、へえ、面白いです。もうこういう話だけでも結構面白いですよね。もう今後ね、こういうのをあのメールマガジンじゃない、LINE だったりとか、あの情報発信、うんうんうん、で今日なんかもお客さんから連絡で、はい、オーダーシャツって袖長めに取るんですよ、実は。はいはいはい、なんで長めに取るんですか、既製品だと長めじゃないのはあれは間違ってるんですか、はいはいはい、みたいな話が来たり、ああこういうのも早くこう情報として流してあげられればよかったなと思って、はいはい、ちなみにそれはサイズのあれがあるからってこと。そうなんですよ。あのオーダーシャツっていうのは基本的にスーツから 1.5 から2センチちょっと今、なるほど、シャツを見せとかないといけないバランスとして、こうなってても長いし、こうなったらスーツシャツが短く感じるし、はいはい、もうこの時点ちょっと僕の方は長すぎるってことなんですね。あ、でまあ座ってるから、あ、そうかそうか、そう、立ったシチュエーションで、なるほどなるほど。でも本当その通りで、こうした時とかにこうなってると格好悪いので、基本的に伸ばしても自陣でもここに位置をずらさないために、アクション分、体の動き分の長さっていうのを取っとかなきゃいけないんですよ。なるほど。でも既製品って日本人の体型の平均を作ってるんで、はいはいはい、こう体が大きい人は袖が短かったり、うんうん、しかも人によって様々ですもんね。やっぱ背中だけでかい人もいれば、そうなの、お腹だけ出てて、うん、腕細い人とかいろんな方がいますもんね。いろんな人いるから、それ全部に合わせるのは無理な話なんで、やっぱオーダーって需要は絶対あるし。なるほどなるほど。っていうのはね、こう LINE で返事してあげるのも、パッとこう情報流してあげられればね、知りたい人いっぱいいるんだなって。はいはいはい、はい、うん、いや確かに本当そうですよね。なんかそのやっぱ専門家の当たり前って自分らからしたら、うん、それ聞きたかったよみたいなのっていっぱいあると思うんで。そうなんだね、はい、ってこと知ったね。当たり前は誰も聞いたりしましたん、うん、本当に本当に。じゃあ月曜日の、月曜日の8時半から30分、はいはいはい、まあ、その週の初めに聞いてもらって、うん、明日からの服装を変えてもらう。お、いいですね。変えてもらう。なるほどなるほど。あれ予定ではいつぐらいからスタートとかってあるんですか。来年の1月から。お、いいですね。始めるんで、はいはいはい、こうね、メールとか来ると嬉しいですね。あ、ぜひぜひ。しかも東京で収録して。そうですね、沖縄に送るっていうのをちょっと、東京の情報源が入ってくるっていうその総数自体 もう沖縄にほとんどないですからね。いいですね。いろいろ面白そうですね。逆輸入的にね、東京から沖縄に発信、沖縄に発信して。いやでもなんかできそうですね、あの沖縄だからこそオーダーメイドスーツみたいな、なんかその、いや面白い ね聞いたことないんで。聞いたことないね。で多分みんな暑いっていうイメージだけど、実はそんなこともないみたいなとか、こんなメリットもとか出てきたら、うん、意外と
いけちゃうかもしれないですよ、バズるかもしれないですね。いやー、面白いな。オフィス建てたいですね沖縄に、はいはいはい、で何ができるのかって考えるとすごい社会貢献だよね。うん、確かに、本当に沖縄の人に喜んでもらうスーツ、うん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 、本当ですね。うん、じゃあなんかもうそろそろちょっと終わりが近づいてきてしまっているのもあるんですけど、改めてなんかそのこのスーツ、うん、まあどういう人におすすめとかってなんかあるのであれば、まあ、やっぱりあの一番こうスーツ買いに行く時間がなかったり、はいはい、コーディネートってわからないって人本当多いと思うんで、まあそういうのは当たり前なんですけど、はいはい、あ、そうですね、時間ない、そうか、そう来てくれるからこそ、あ、そうなんですよ、出張で合間時間で行けるっていう、あのお昼時間とかもらう人多いんで、大体どれくらい時間必要なんですか。もう人によるんですけど、記事パッと選べば、採寸自体は15分もかからないんで、はい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 、その商談含めて15分なんですけど、見始めると止まらなくなるんで、なるほどなるほど、1時間、長いと2時間、はいはい、しかもヒアリングしなきゃいけないですもんね。そうなんです。どういうビジネスにおいて有効に使いたいかとか聞かないといけないですもんね。でもう僕は答えはいっぱいあるんで、こうこうですよって言うけど、もうお客さんは悩むじゃないですか、はいはいはい、そこから、うん、そうか、これでいいのかなって、はいはいはい、だからもう人によって、ほんとまちまち、まあ、本当にじゃあコンサルみたいなのを含めてって感じですね、ビジネスコーディネートっていうのは。本当にそうですね、コンサルって洋服をきっかけとしたコンサルティングというか、はい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 、だからこう自分もそういう知識なんかもだんだんついてくるんだろうなって、こうラジオやってる可能性も面白いなと思いますし、はい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 、なるほどなるほど。でその時間がない方とか、うん、まあ、コーディネートをちょっと戦略的に教えますよっていうのも、あ、まあ、あとも もうこれによって人生変えたいと思うような人、はいはい、スーツを一着買うことが自分の人生の選択につながるような、こう思いを持ってる人にはいいんじゃないですかね、はい、自分のスーツなんかは。よくありますもんね、営業マンとかでも最初の初任給は、自分に投資しなさいみたいな、なんか、そうだね、やっぱりそういう風に言う先輩がいる会社ってのは先輩もかっこいいんだろうし、あ、見た目の可能性っていうのをちゃんと捉えてる人なんだなっていう。なるほどなるほど。他にはなんかこんな方におすすめってあります？やっぱりあのスーツ着ることで、今までスーツ着ないって人結構多いんですけど、現場の人なんか特に作業着だからとか消耗品だからって人多いんですけど、はいはいはい、最近あれですもんね、現場で着れるスーツみたいの、多分ポリエステル 100% シワにならない、はいはいはい、もう現場作業してもそのまま飲み会行けるみたいな、行ける、はいはいはい、だからその垣根は僕すごく大事にしたくて、いやもう本当そうですよね、スーツを着ることで、あのスーツを着る仕事に変わっていくはずなんですよ。確かにスイッチ変わる感じはしますよね、作業着なのかスーツなのかってやっぱ姿勢とかも変わってきますし、やっぱりそうだし、うん、でやっぱ現場の人がしかもかっこいいスーツ着てたらギャップもすごいし、いや確かに確かに、やっぱ現場だからしょうがないよねって、なら現場服の方が良かったってなるぐらいのもの着てくんだったらはいはい、はい、投資だと思ってやっぱ作った方がそこでの差が生まれて、だんだんその人に仕事が入ってくるとその人現場出なくなる、スーツ着ることも仕事になってくるような人間に変わってくんですよ。なるほどなるほど。紹介もやっぱされやすいですもんね、そういう人って。やっぱきちっとしてて、で僕も現場出てるんですけど、こういう時分けてるんですよねって人、なんか魅力ないですか？確かに確かに、オンオフがはっきりしますもんね。大事にしたいんですよ、はい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 、なるほどですね。あっという間に、もうそうなんですよ、時間が、うん、あっという間になくなってきてはいるんですけど、最後その小川さんにとってそのなんですかね、まあこの番組よく最後そういう締めなんですけど、ああなんかもう某番組のパクリまあでもそこでちょっと言いたい言えてないことも含めてこう言ってもらうみたいな感じなんですけど、まあその改めてその小川さんにとってこのオーダーメイドスーツ、まあまあオーダーメイドスーツだけじゃないですよね、そのビジネスコーディネーターとは何かみたいなところちょっと話していただけたら最後いいかなと。やっぱり、まあ、自分こういう仕事になったからビジネスコーディネーターっていうのはすごくこう分かりにくい仕事かもしれないし、聞いたことはない、聞き慣れない仕事ではありますよね、
でも本当にスーツを選ぶことは、うんうんうん、まあ、身だしなみを整えることは人生を選ぶことだって僕はこう書いてるんですけど、うんうん、その通りで、あのビジネスコーディネートってスーツを選ぶことは人生を変えることだと思ってます、うんうんうん、はい。じゃあ人生変えたい方、変えたい方、またこの業績上げたい方とか、上げたい方あとはまあそのコーディネート苦手な方とか時間がないみたいな方には、うん、ぜひっていう感じですね。あの自分よりちょっといけてるぐらいのものを作るんで、はい、はい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 、着なし飛ばさないで、なるほどですね、何回を踏める、はい、かっこよさというか身の丈に合ったものも、なるほどなるほど、ちょっと背伸びぐらいのところで行くってことですね、わ、はい、かりました。だから続いて作ってくれる人はね、うん、自分より前回より安いスーツ作らないような仕事に変えていきます。なるほど、はい、わかりました。じゃあそろそろお時間になってしまいましたが、はい、本日のゲストさんは、マージンの小川文子さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、番組は、河原職人のヒーローにインタビューがお送りいたしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。